ジェームズで、カール・サワビー・ジェームズでカール・サワビーは、イギリスの博物学者、博物画家である。父親のジェームズ・サワビーの著作の完成や改訂を行った。ロンドンで生まれた。多くの博物学分野の図鑑を編集。出版したジェームズ・サワビーの長男に生まれた。弟には、貝類の分野の研究で知られる、ジョージ・ブレッティンガム・サワビー一世がいる。 息子のジョージ・ブレッティンガム・サワビー二世もル類などの研究で知られる博物学者である。父親が観光を始めた金類の図鑑、カラード・フィギュアス・オブ・イングリッシュ・フン・ギ・オア・マッシュルームズや植物図鑑、イングリッシュ・ボタニーの出版の継続や改定を行った。1838年に、いとこのバーンズと王立植物協会を設立し、リージェンツ・パーク近くに土地を借りて、 実験的な植物園を作り、会員や一般に公開した。その事務局を生涯、務めた。この植物園は1932年まで存続した。1861年に、父親の博物学コレクションを大英博物館に売却した。トータシズ、テラピンズ、アンドタートルズバイ、ジェームズで、カールサワビーエドワードリア、ロンドン、パリ、アンドフランフォート、 H. ソテラン J. ベール &C.O.1872 の図版 J.C. サワビーは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・デカール・サワビーを示すのに使われる。ありがとうございます。